はい、皆さん、こんにちは。陽子の部屋ということでですね、平日お昼にいつも放送してるんですけども、今日すみません、私の都合でちょっと時間をずらしていただいて、男前を待たせてしまいました。すいません。ということで、本日のゲストはですね、株式会社、前株ですよね、株式会社、入れ早さんの熊谷義行さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。入れ早さんまでが社名なんですよね。そうなんですよ。なね。んだで、から、だいたい呼ばれる、銀行で呼ばれるとき、入れ早さん様になりますね。そうですよね。ほんで、だから正式には入れ早さんなんですよね。そうです。入れ早さんさんです。ね。だって普通、ビーラブカンパニーさんとかって言われますからね。ねえ、いやいやいや。で、もうね、でもね、15期ぐらい？そうです。僕が24になる年なんめで、ちゃめちゃ若い。15期ですね。になりました。今が15期目？それともそう15です。期終わった？期で言うとですね、法人なりして15期、15期目です。個人事業が2年入ってるんで、17なんかあ年。れですね。すごい。じゃあ私より大先輩じゃないですか。なんですか、全然ですよ。私とこね、ちょうど、今15期目やから。そうなそんうなんでです。だから、創業が2006年なんですね。あ、うち2005年、そでうしですね、ょ？そう。もうすそうですね。ごい先輩じゃないですか、ほん熊で谷もね、さん。まあ、10年ぐらいは本当に不純な理由でしか経営してないんで、もうね、何やってたんや。なんか、何が不純なんかは分からへんけど、なんか、そこは聞かずに、置きましょうかね、みたいな感じなんですけどね。ほんなら、会社にしたのが24歳？そうですね。創業が24で、で、2017年に、法人なり、18年か。17年に法人なりですね。すごいですね。ほんで、あれですよね。ちょっとホームページ見たら、面白いなと思って、営業部っていうのと、ベンチャー部っていうのと、で、それと、クラウン部っていうのがあるんですよね。もう、勝手な組織を書いてるだけですね。面白いなと思って。そうで、ちょっなんでとすベンチャーとクラウンが何なんかはよくわからよ。そうですへんね。ねんけど。デンチャーは主にいればですね、ご老人とか、ご入れ歯とかの部分と、あとはクラウンは、そういう準備の差し歯とか、そういった部門に分かれて、結構制作工程が全然違うんで、なるほど。そっかそっか。そういうことなんですね。そうなんですよ。わかりやすく、ね、和食と洋食みたいな感じそで。れぐらいね。それぐらい違うっていうことなんですね。コメントが結構入ってまして、結構今日はコメントがガンガン入ってますね。人気者ですね。さすがに。梅林さん様っていうふうに、脇本沙織さんが言っていてくださってるのと、鎌田祥吾君がですね、熊谷さんっていうふうにコメント入れてくださってます。普段から。森さん、この間、ご一緒だったじゃん。ご一緒に行ってませんでした？東京とか、森さん。東京 MG 一緒に行ってですねね。え、行ってましたよね。いつなんもか。寄ってきてくれるんで、ありがたく、関わらせていただいてなんか森さん、東京 MG でなんか、あれでしたよね、確か。なんか、下の方の宅におらんかった、最初。そうです。ずっといつも、MG で僕は送るというかね、なんか意思決定が面白いんで、いつもね、これ分かる人しか分からへんやつね。厳しく、こう、その意思決定どうやってんっていうことはね、いつも言わせてもらいながら。なるほど。そういう感じですね。で、大藪さんからですね、男前社長というふうにコメントが入ります。隣の部屋にいるんですけどね、声聞こえてるんですけど、多本当に、人に似てますよね。あの人、ほら、あの人。濃い顔の人。分。あれほら、ですね、北村一輝で
そう、似てますよね。いやいやいや、いつもね、それで、脇本沙織が、ポスターをね、あげていただけるんで、僕的には全然嬉しくないんですけど、勝手に、勝手にポスターが走るっていうね、感じで。なるほど。そんな感じですね。結構、ちょっとコメントがいっぱい入っててね、話が進まないって。嬉しいですね。熊谷さんっていうことと、あと、森さんがですね、ECC でしたというふうに、これ ECC、ね、英語学院みたいな感じなんですけども、これタクの順番でしたね。ですね。ね、そんな感じで、この間、優勝されてましたもんね、熊谷さんね。まあ、優勝素晴らしい。ラッキーもありますけども。すごいですね、本当に。で、東京 MG はお世話になりましたということで、はい、森さんが。で、あとですね、MG、森くん MG 中いきなりすねるんですよね。これまた身内しか分かれへんようなことをね、書いてきてるんですけどね。皆さんどうもコメントありがとうございます。はい。ということで、そんな熊谷さんなんですけども、今、近況的にはどんな感じですか？なんか、まあコロナがあって、あまり変化はないみたいなことこの間ちらっと言われてましたけど、はい。実際業種業態で言うとあまり大きな影響は受けなかったっていうのは受けてないっていうのは事実ですね。で、5月に歯科院で、はい、その歯科院診療が危険じゃないかと、はい、そういった分野で声が上がったのがあって、はい、で、実際にその診療で感染したっていうのは今の段階でも事実ゼロなんですね。はい。で、まあ、そういった風評もあって先生が、はい、ね、診療をしていくというか、5月は少し 20% ぐらいですかね、削体下がったのがあったんですけど、なるほど、はい、僕ら B2B で、歯科医の先生もやっぱ個人事業主さんが多いんで、はい、6月、何月もそのままステイできるかっていうと、やはりその収益部分とかもあるんで、はい、結構6月は逆に患者さんをしっかりこう、見たというか、ね、そうですよね。もっていうか、歯が何かなった時って止めれないですよね。我慢することできひんもんね。ただその代わり、ね、痛くならないといかないっていう人がほとんどなんで。そっかそっか。で、やっぱりお金を使うという優先順位が非常に歯科医療というか。で、本来は継続してやっぱりこうケア行っていただくことが。ほんまですよね。なんか安易な考え方なんですけど、ちょっと歯痛いぐらいやったら命に別状ないとか思ってしまうんですよね、心理。実はこう精密に言うとやっぱり肩こりも目の疲れも全部歯から来てるんで、本当に厳密に言うと歯が一本虫歯なだけで体が、バランスおかしくなったりとか、それで影響してくるんで、やっぱこう、生きることのね、スタートラインが食べることの口から始まるんで、そうですよね。もう少し、まあね、なかなか意識って変わらないとは思うんですけど、はい、踏みしていただけるといいな。そうですよね。本当そうですよね。なるほど。っていうことですよ、ゆうかさん。この間、歯痛いとかね、言ってましたけど、はい。私ね、その入れ歯屋さんで、すごく、感心するのは、社員さんが、本当にすごく皆さん明るくって、素敵で、で、社員教育すごいですよね。いや、教育っていうか、まあ本当に教育も、共に育つ側方ですね。うん。僕が、実際に本当に、いろいろと勉強させてもらえることが多くてですね。教育にね、予算使うにしても、社員さんから行きたいとかね。そういった声を言っていただけるので、だから全然、こう、強制してるというのは全然なくてですね、ありがたいなと思ったから。いや、でも、だから、向上心がね、皆さん素晴らしくって。ね、いや、本当に最近、社長が一番怒られてます。
行きますよんで、なんかあれですよね、だんだんちょっと私もそうなんですけど、だんだんその、うん、なんていうの、一番よう知らん人になってます、なんか、なんとなく。そうです、業界の技術的なところもそうですし、意外に、うん、社員さんに聞いた方が早いというかね。いやー、すごいです。でも私、熊谷さんとね、もうほんまに、あれ、どういう会入られたんで、なんでなんですか?2012年、3年の本当、最初ぐらいなんで。なるほど、なるほど。ほんならもう、だいぶ長いですよね。うん、そうですね。けど、支部長が戸田さんだって、ですぐ、うん、ヨーコさんに変わって。なるほど、なるほど、そっか。だから、結構、うん、僕の中では、そのヨーコさんのイメージというか、どういう会が、ヨーコさんのイメージが強い、はい。ありがとうございます。いや、その時もね、入られた当初ね、割とどこにも顔出し、どこにでも顔出しましたよね。そうなんですよ。だから、まあ、わからない中でですね、うん、まあ、会社その時、状況もめちゃくちゃ悪かったんですね、もう。うんうん、潰れるかどうかっていうぐらいの時に、すがる思いというか、もうどういう会社じゃなかったんですね、選択肢が。会社の状況も大変でしたけど、すごいですね。なるほど、そういうのをやっぱり背中で見てるから、社員さんもね、なんかやっぱり人間の向上っていうところを多分すごく意識されるんでしょうね、うね、本当に。で、事実、その行動して少しずつ会社が変わっていってるという事実があるので、うん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 、だからに、信じてくれてるのはありがたいなと思います、ね。そうですね、本当に、でも本当、まあ、私たちもそうですけども、本当に共にね、でしかもその、うん、社内と今度輪が広がっていて、仲間がですね、社外もいるようになって、ね、うん、一緒に育っていく仲間が本当にたくさん今増えてきてるのがすごい嬉しいですよね。うん、ね、本当に環境が育ててくれるというか。うん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 。ね、本当に。なるほどね。ちょっとプライベートなこと聞きたいんですけど、はい、なんかこう好きなこととかハマってることって何かあります？好きなことですか。ね。もともと、なんでしょう、お金使う趣味とかが多かったんですけど、はい、でですね、出れなくなって、最近ですね、ずっと家のガーデニングばっかりしてますね。すごいですね。そうなんですよ。なんか草にはまってしまってですね。はい、なんでしょうね、花壇とかの周りとかの、うん、もう本当 DIY と、うん、言われてますけど、はい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 。普段の周りにタイル貼ったりですね。すごいすごいすごい。いいじゃないですか。植えたりっていうので。はい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 、はい。土日は奥さんと一緒にずっと経営してる感じ、うんうん、へえ。いや、めっちゃいいですね。ほんでね、やっぱりね、木の生命力ってやっぱすごいんですよね。そうですね。でね、枯れちゃうとね、めっちゃショックなんですよ。でもそれってね、でもね、あれなんですよ、熊谷さんのなんかこう受けてるものを代わりに持って行ってくれてるって言いますよ。うん、ああ、そうですね。やたらね、枯れるんです、最近。わかります。だからやっぱりいろんなものを、なんかこう、なんていうの、いろんなものってあれですけども、やっぱり経営、会社経営とかしてたりとかしたら、やっぱりいろいろな、もうなんかいろんなエネルギーをね、受けながら。暮らしてますから、それをなんかこう、簡単に代わりについててくれてるから、やっぱこれは手を合わせてありがとうなんですよね。そう、うん、そうします。はい、うんうん。本当に本当に。でもやっぱりその、緑の中に、やっぱりそれだけでも、そのグリーンの中でいるだけでも、すごいやっぱり、マイナスイオンとか、例えば本当に瞑想してもいいアイデアが浮かんだりとかするので、すごくいい趣味ですよ。そうですよ。汗かいてね、ドロドロになるんですけど、うん、なんかこう、出来上がった、景色を見るとこうね、心休まるっていう。いや、もう絶対、私もだから自然に触れるってやっぱすごくいいので、なんか本当にでもなんか、だから皆さん割とそんな感じですね、最近ね、コロナ後はね、なんか割と。趣味がもう大きく変わりましたね、本当に。ねえ、すごいすごい。わかりました。で、あっという間に結構時間が経って、しまって、なんか最後一言ちょっと PR をお願いいたします。はい、そうですね、僕たちなかなか直接的に、お客さん、患者さんと触れ合うことってないんですけど、実はまあ、うん、会社さんの後ろにですね、私たち技工士がいるっていう中で、
陰ながら魅力ながら、こう、業界させさせてもらってるんで、一つこう、しに行こうっていう仕事があるっていうのを知っていただきたいのが一つと。で、まあ、普通的には触れないんですが、なかなか配信できないなとか、実際、こんな治療されたんやけど、どうなんやろとかっていう不安とかあると思うんですけど、全然もう、うちに問い合わせていただいたり、ご相談いただければ、もうお金とか取れませんので、できるね、言いにくいことを僕らに言ってくれた方が、いいかなっていうところで、なかなか、お目にかかる業種ではないんですが、魅力ながら皆さんを支えさせていただけたらなというふうに思ってます。なるほど。で、今、Facebook ページとか、あと Instagram も始めましたので、検索をしていただけたらなと。本当に赤チップをしない業界なんですけど、そこでやっぱり、がやるべきだというかね、やらない業界だからこそ言えば屋さんがやろうというところで、ありがとうございます。この間歯ブラシもいただきました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。あれめっちゃ可愛い。めっちゃいいですね。名刺代わりに何かを、ね、すごくいいと思います。すごくいいと思います。ありがとうございます。はい。ということでですね、本日のゲストはですね、男前社長、株式会社リバヤさんの熊谷義之さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。よいしょ。